の拍手を約7割の方からいただきまして、大変にありがたいわけでございます。なんか真面目な集会にいきなり派手なものが出てきて、びっくりして手を叩くのを忘れてる方もいるんじゃないかと思いますが、ただいまご紹介いただきました、私が、落語家立川談之助でございます。どうぞ皆様よろしくお願いします。落語家なんというふざけたものが出てきてね、中には、怒ってる方もいるんではないかと思いますが、実は私もね、皆様の連合の集会には少しは関係があるわけでございます。どこが関係があるのか、お前たちはね、自由業だからね、もう労働葬儀とかね、そういう会社のね、ことには関係ないだろうと思いますけど、実はあるんです。なぜかと申しますと、皆様方はご存じないようですが、我々落語の世界にも実はブラック企業があるんです。それも IBM 並みに悪辣な企業が。どこかと申しますと、我が立川流でございます。シャリア冗談じゃないんですよ。なぜうちの立川流、立川流というのはね、落語の方を知らない方もいるんじゃないかと思いますが、立川談志の弟子の集団でございます。これ今はね、独立団体でございましてね、今の落語協会とか芸術協会とか大きい団体に所属している一門もあるんですが、我々立川流というのは、立川談志が落語協会を脱退いたしまして、自分たちだけの団体を作ったんですね。ところがこの我が立川流というのは、他の一門にない制度があるんです。上納金制度。これは我が立川流と、あとは山口組にしかない制度。もうなぜかと申しますと、我々落語の世界というのは昔からもう伝統で、もうお茶とかお花とか踊りと違いまして、どんな師匠のところに入門しても一切入門料というのは取らないんです。で、もう何年稽古してもらっても月謝というのはもう取らないんですね。それは小三一門でもね、円楽一門でも小三治一門でも歌丸一門でも、どんな師匠でも月謝は取らないし、入門料は取らない。その代わり何年でしていても給料とかそういうね、お小遣いというのはくれないんです。ですから我々の落語の世界では、弟子と師匠の間にはほとんど金銭関係はないんです。時々に二人関係があるぐらい。ところが我々立川談志一門だけはその金銭関係がある。本来の正しい金銭関係というのは、皆様方の会社のようにね、もう社長から社員、つまりある方からない方へ。ところが我々立川流は弟子から師匠へ、ない方からある方へ払うんですね。これね、お茶とかお花みたいにね、昔からある制度で、うちの立川談志もね、その前の師匠の柳家小さんに入門した時、入門料とか月謝を払ってやってたらいいんですよ。もう順番に順送りでございますから。立川談志がね、最初に始めた、もう丸儲けなんですね。この上納金というのは何かと申しますと、もう毎月毎月師匠にお金を払うんです。我々弟子というのは、これは前座とか二つ目とかね、真打とかそういうくらいに分けまして、で、なんと毎月払うんですが、二月払わないとクビになる。強制退職なんですね。もう退職金全くないんですよ、我々は。もう二月ですよ。普通大家さんだって二月ぐらい待ってくれますよ。ところが二月払わないと我々はクビになってしまうというね。もうそれが始まったのは今から30年前なんですね。うちの師匠というのは皆様の名前ですけど、結構お金持ちでございます。お金にはもう大変にあるシビアな方でございます。いっぱい持ってるのにね、なんで弟子から金を集めるか聞いたら、バカ野郎、お前たちの金で次の選挙に出るんだと言っておりました。ですからね、我々立川流というのは、神田五郎さんから比べて落語界の綿木と呼ばれてるんですね。代表者が参議院議員なんでも同じでございます。もう偉い騒ぎでございます。その上納金というのが始まりましてね、うちの師匠というのは皆様ご存じのように3年前に死んじゃったんですね。3年前の11月の21日、もうぼちぼちね、来月が命日になるんですが、11月の21日に死んだんですが、マスコミ発表されたのが23日なんです。2日間これね、隠してたんです。これマスコミだけじゃないんですよ、弟子にまで隠してたんですよ。我々の世界というのは、師匠と弟子というのは、これ親子の関係なんです。
つまり名前をもらっておりますから名付け親でございますからね、師匠は。ですから師匠が病気になったりね、あるいはね、自宅だという時はもう仕事なんか怒っても師匠のとこ行かなきゃいけないのに、立川談志は遺言でマスコミにももう弟子にも死んだのを知らせるなと、そう言い残して死んだんです。で21日に死んで23日に発表してね、2日間だけだと皆さんも思うでしょうけど、これそうじゃないんです。実は遺言だと1年間は隠しとくと1年間隠して次の年の暮れあたりに発表したと。なぜ1年隠したかというと、1年死んだのを隠すとその分年金がもらえる。ところが今ね、ネットやなんかでね、ツイッターとかね、ブログとかでね、もう病院関係からバレちゃいましてね、もう病院のね、お医者さんとか看護師さんは隠してたんですけどね、もう患者さんの方から伝わっちゃいまして、これがね、だんだんバレちゃいまして、しょうがないから2日後に発表したんです。で2日後に発表してね、弟子まで知らなかったんですから、なんと弟子のところに知らせが来たのがマスコミ発表する30分前ですよ。それもね、ファックス1枚です。なんと書いてあったかというと、男子が死んだと書いてあった。これ下から読んでも同じなんですね。だからファックスから下の方から出ると分かるんですね。男子が死んだ、橋が死んだのか。それで初めて分かった。もうですからね、我々はもう師匠もね、臨終にも立ち会ってないしね、もちろんね、内緒で焼いちゃいましたんでね、骨上げにも行っておりません。もう死に顔も知らないしね、骨壺まで見せてくれないんですから。ですから弟子の間では、まだ立川談志は生きてると思ってるやつがいるんです。この間、大泉学園のガソリンスタンドで働いてるの見たけんやつがいる。それぐらいシビア。どれぐらいうちの師匠というのはね、シビアか。もう立川談志一門がね、ブラック企業かというと、毎月毎月上納金払うんですが、この上納金というのはね、うちの師匠はね、もう本当にお金に関してね、うるさいですから、毎月毎月ね、こっちがね、勝手に振り込むって分かんなくなるから、請求書が回ってくるんです、郵送で。大体まあね、月頭に来るんですね。普通家賃はね、次の月の家賃を前の月に払うんですが、上納金は反対なんです。前の月の上納金を次の月の頭に払う。なぜかというと、前の次の月の上納金払ってね、その月にクビになっちゃうとね、後でいくら返さなきゃいけないんで、めんどくさいから。一月弟子でいると次の月に前の月の上納金を。ですから、3年前の11月です。うちの師匠死んじゃったんですよ、11月。まさか11月分の上納金は取らないとは思った。師匠死んだ月ですよ。そんな月にまさか上納金を取らないだろうと思ったら、12月に請求書が来たんです。それもただの請求書じゃないんですよ。23日の日割りで来てるんです。家賃じゃないって。で、不思議なのが死んだのが21日なんです。なんで23日の日割りなのか。男子の事務所に聞いたら、あやろ、おめえたちが23日まで知らねえからいけないんだ。そういうブラックなんですか。とんでもないわけでございます。でね、このね、やっぱりブラック企業というのは結構あるんです。でもね、今ネットやなんかでね、いわゆるね、有名になってるブラック企業はね、さっき言ったワタミですとかね、ユニクロでございますとかね、スキヤですとかね、ちっちゃいとこばっかりなんですね。ところがね、皆様がご存じのように IBM もそうだしね、でっかい企業でブラックの企業いっぱいあるんですよ。京セラの稲森さんなんかね、結構ね、経済界ででっかい顔してますけど、京セラなんか昔からブラック企業で有名ですよ、ね。日本を代表するね、日産とかトヨタだってあれブラックなんですから。日産なんか景気の悪いのをね、社員クビにして持ち直したというね、そんな乱暴なことしかしないんですから。ザマなんか行くとね、工場でなくなっちゃったからね、周りの飲み屋なんかみんな潰れちゃったんですよ。トヨタなんてのはね、もう景気が悪くなると全部下請けを絞ってね、もう今までね、1万円で頼んでたのは8000円とか7000円でね、もうね、消費税を全部下請けに払わせてる、トヨタ。消費税を全部下請けに払わせて、トヨタは税金払ってないんですよ。とんでもない企業で、本当はね、
トヨタとか日産とか IBM ってでっかい企業でね、ブラック企業がいっぱいあるんですけど、なんでこれが表に出ないかというと、自民党やなんかに献金したり、マスコミにバン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 広告打ってるから、もうマスコミやなんか取り上げないんですね。マスコミは広告がないとね、潰れちゃいますから、新聞でもね、週刊誌でも。ですからみんな内心してるわけでございますね。大体 IBM とかね、トヨタとか日産とかね、ワタミとかね、スキヤだけでそんなね、社員を決めたり勝手に組みできないんです。全部国とかね、役人がもう市民知らん顔してるから、見て見ぬふりじゃないんですよ。国がそうしろそうしろと言ってるんですからね。もうひどい話でございます。契約社員が問題になって、普通契約社員が問題になったらどうするか、契約社員を正社員に近づけるのがまともな人の考え方でしょ。今国は違うんですから、正社員を契約社員に近づけてるんですから、とんでもないわけですからね。サービス残業というのはひどいという話になって、じゃあサービス残業をやめましょうということになるでしょう。実はそうじゃないです。国の考えではサービス残業はそれはダメだ、サービス残業をやめて残業はなくして金は払わないようにしよう。残業なくなっちゃうんですから、残業なくなってどんなに働いても給料は同じだって、ひどいことを考えてるんですから、ね、安倍コメの考え、安倍コメのことを考えてるから安倍内閣って言うんですよ。安倍コメ内閣って言うんですからね。あれは大体人と安倍さんのやってることは安倍コメなんです、ね、普通景気が悪くなるとね、税金下げるんですよ。安倍さんがね、手本にしたあの名前だけでもね、アベノミクスというのはレーガノミクスとのようなパクリです。言葉はレーガンの時にね、景気が良くなったのは、景気が悪くて赤字がいっぱいあるから税金を下げたんです。税金を下げてね、みんな一生懸命働いてね、税金をどんどんくれればね、良くなると言って、本当に赤字がなくなったんですから。それは安倍さんがね、景気が悪い時にね、税金上げたら景気が悪くなるに当たり前。どんな経済学者だって景気の悪い時に税金上げたらね、景気が悪くなる。景気が悪くなれば税金上げたってね、金が回らなくなるんですからね、入る税金だってもう税金上げた分は入ってこないんですよ。で、姑息なのはね、2回にわたって上げるでしょ。あれなんで2回に上げて渡って上げるか知ってますか皆さん、ね、普通ね 5% を 10% にするんだったら一発 10% でいいんですよ、ね、いいといいんじゃないんですけどね、2回にする必要もないんですよ。これ2回にしたらね、スーパーとか小売店大変なんですから。そのたんびにね、レジスターを変えたりね、もう全部商品の蓋を変えたりね、計算なんか全部変えなきゃいけない、こんな面倒くさいことやる。今度は 8% か 10% になって 2% で、そんな面倒くさいことやる。なんで2回に分けてやるかというと、税金を上げると景気が悪くなるのは当たり前。ところが税金を上げる前だけは少し景気良くなるんです。買い占めするからね。だから2回やれば2回景気が良くなると思ってる、皆さんだって買い占めしたい人いるでしょ。タバコ屋なんかあるから買い占めた、私の友達でバカがいるんですよ、今度税金が上がってね、もういろんなものが上がるから、この野郎はね、いろんなところにね、落語家で反響を出す、いろんなところに代理メール出すから、これ郵便局のね、あれも上がるから今からハガキを買い占めるって言って50円のハガキ買い占めたばかりなんですよ。出したら使えなかったんですね。そういうふうなことをやるわけでございます。もうちょっと考えてね、もう景気が悪かったら本当に税金を避けて皆さんが一生懸命働いてる税金が入ってくるようにすればいいんです。昔だってね、景気のいい時あったんです。もうバブルなんて時はね、景気がいいからね、お金がぐるぐる回ってた。私だってね、いろんなとこ行ったんですよ、仕事で。もうあっちこっちでお祭りをするから、北は北海道から南は沖縄まで4年ここをまたにかけたんです。あの頃近頃またにかかんない、つま先にもかかんないんです。近頃はね、もう北は北海道から南は沖縄なんかとんでもないわけ。北は北千住から南は南千住北海道沖縄とんでもない、せいぜい池袋なんです。これが大塚まで呼んでくれないんですよね、電車中に。昔の人はね、いくらね、自民党の政治家だって今みたいにね、だらしがない政治家ばっかりじゃないですよ。だってね、原発が弾けてね、地震があって電力が足らない時、今のね、政治家とか逆に何しました？
節電だ節電だってね、もう大きな声で言ってるだけでしょ。昔オイルショックってね、ご年配の方知ってると思いますけど、アラブの方でね、戦争があって石油が入ってこなくなった。石油が入らないとね、あの頃原発の台そんなにできてないし、あの、火力のね、あの発電所ばっかりだったんです。ですから電気が足らなくなった。あの頃のね、自民党は何したか、テレビをね、夜中の12時で打ち切っちゃったんですよ。12時以降テレビ見てるやつはバカだっつってね、大体バカなんですけど ね銀座のネオンを12時でみんな消したんですよ。そういうこと昔の人は考えてやったんです、所得倍増なんて言ったんです昔の政治家、変な人もいますけどね、貧乏人は麦を食えなんて言った人もいましたけど、そういくとね、今の政治家もね、もうとにかくね、スケールがちっちゃくて、そういうでっかいことも何にも言えないし、でっかいこともやらない、本当に情けない。安倍さんなんか今でっかい顔してますけどね、前にあの民主党に政権交代する前にあの方一回総理大臣やってるんですよ。1年もやってないんですよ。それもね、選挙に負けたとかそういうんで辞めたんじゃないんですから。お腹が痛くて辞めたんですよ、学校サボってるんじゃないんですから。普通町内会長だって1年ぐらいやるんですよ。そんなのがやってるんです。自民党の最後のね、あの総理大臣民主党に変わる前の麻生さんなんかもっとひどいんですから。学習院大学出てて漢字が読めないんですよ。その安倍さんと麻生さんが総理と副総理で今やってるんですから、良くなるわけがない。なんで今のね、自民党の政権がダメだというのは一番大きい理由は、今の自民党の特にね、幹部というかね、大臣やったり総理大臣やったりしてる政治家というのは、あれは政治家やりたいためにやってるんじゃないんですよ。日本を平和にしようとかね、幸福にしようとか豊かにしようとか思って政治家になったんじゃないんですよ。なんであいつらは政治家やってるかというと、お父ちゃんがやってただけなんだ。ただそれだけなんだよ。昔はこういうのを偽政治家と言ったんですよ。偽と偽の家族ね。ところが今偽じゃないんです。三世四世なんですよ。安倍さんなんかお父さんのね、安倍晋太郎さんももちろん衆議院議員、外務大臣やっておりまして、そのお父さんも衆議院議員だ。で、安倍さんのお母さんのお父さんというのは岸信介。お父さんの代とお母さんの代、3代3代みんな国会議員、かけると9代なんです。特に安倍さんはただの正議員じゃないんですよ。おじいさんが永久戦犯ですよ。麻生さんなんかね、先祖をたどると大久保利通なんですから、5代目なんですよ。3代目だ5代目だってね。なんで政治家が古典芸能になっちゃったんですか。歌舞伎じゃないんですよ。だからね、子供が親の商売するのはこれ悪いことじゃないんですよ。本当にね、お役所さんが田んぼを継ぐとかね、漁師さんがね、親のね、船を継ぐとかね、もう大工さんが親の工務店を継ぐ、八百屋さんが親の商売する、これはいいんです。もう継いでいい商売と継いじゃいけない商売というのは2つあるんです。才能とかね、そういうね、情熱がないと、親がいくらね、有名でも、子がそれを継いじゃいけないという商売はあるんです。例えば芸術家ですよね。ピカソがどんなに絵が上手くても、ピカソの子供は絵が上手いとは限らないんです。まあ、ピカソも上手いとは思いませんけどね。お父さんがいくら素晴らしい野球の選手でも、せがれが上手いとは限らないんです。誰とは言いませんが。我々の世界だとそうですよ。お父さんがいくら面白い落語家だからと言って、そろそろ分かったらいいですよ。せがれが面白いとは限らない。それも兄弟揃ってつまんないんですよ。とんでもないわけで、いいですか。今の自民党の政治家は長嶋一茂と小平がやってるようなもんだって。IBM けしからん、本当にワタミもけしからんしね、トヨタもね、本当に日産もけしからん。でも、その企業をね、閉めてもダメなんです。上は許しちゃってるんですから。もう上のね、本当に政治家とかね、そういう役人を閉めなきゃいけないわけで。閉めるにはどうすればいいか、本当に選挙で、まあ今日来てる方をね、前でこんなこと言うのは社会説法ですけど、選挙で本当に世の中というのは変わるんです。ね、選挙でどれだけ恐ろしいことになるか。うちの立川男子が国会議員だったんです。
あんなもんが国会議員ですからね。ね、それもね、昔のね、全国区というのがありましてね、日本中が選挙区だったんですね。で、なんでうちの師匠が立川談志が国会議員になったか。それはもうそれ以前ですよ。なんで選挙に出たか。我々落語家というのは本来は選挙なんて出ちゃいけないんです。なぜかというと、我々の商売は落とすのは商売なんです。落ちなきゃいけない。上がっちゃいけない。それが上がっちゃったんですから。うちの商売が出たのが昭和46年ですよね。昭和46年にね、全国区でうちの師匠が立候補してね、まあすごいですよね。あの時ね、先輩たちがみんな応援に来てくれましてね。どんな方が来てくれたかというと、あの亡くなりになった昭和の名人桂文楽師匠、同じく亡くなりになった人間国宝柳家小さん師匠、同じく亡くなりになった三遊亭円楽師匠、そしてこれからお亡くなりになる歌丸師匠。三平師匠なんかすごかったですよ。御徒町の駅前でね、もう全国区に行くんですからね、大体10分ぐらいしかいられない、1人3分ぐらいしか喋らないところ、三平師匠マイク持って30分喋っちゃったんですよ。それもね、立川談志の応援に来て、立川談志と一言も言わないんですよ。林家三平と26回行ったんです。後で調べたら台東区で林家三平が380票、談志が15票だったんですよ。そんなんでね、もう人気だけでね、だからね、全国というのはなくなっちゃったんですけど、人気だけでうちの師匠が通っちゃった。それもね、落語家で初めて国会の選挙に出たというのに、全国区50人中になんとあの立川談志が50位で当選したんだよ。最下位だったんですね。その時にね、テレビ局のね、NHK のアナウンサーが、いやー、大志師匠、最初の選挙でね、当選したのはいいんですが、50位最下位、ビリです。いやー、師匠もね、当選するか落ちるか、ハラハラしたんじゃないですかと聞かれた時に、これうちの師匠、本当に言ったんだ。んで、よく考えてみろい。寄席でも選挙でもな、レーシング地は最後に上がるんだって。こんなのが国会議員やってるんですか、ろくなもんじゃございません。本当にね、こういうのはね、皆様の力で落としていただきたい。まあ、近頃ね、全国がなくなったんでね、よくなったと思ったら、近頃、比例部なんてのが出ましてね、すごいんですよ、今。もうろくなのが出てきてこない。近頃ね、政治家の呼び方が違う。昔はなんとか軍団とかね、もう三角大府中なんて言ってたでしょ。今の政治家、なんと呼ばれるか。もうなんとかガールズとかね、なんとかボーイズとか、もうそんなもんがやってるわけでございます。今ね、辞めた人も入れて国会議員と元国会議員でプロレスラーが5人いるんですよ。今ね、猪木さんがまた、当選しちゃいましてね、長谷さんもいますしね、神取なんてのがいましてね、その前にもね、大仁田なんてのがいて、プロレスラー上がりが5人もいる業界は国会とあとは引っ越し業界だけなんですよ。それが国会ってね、まあ、それはプロレスやりゃ立派なもんですけど、アントニオ猪木。アントニオ猪木が最初にね、国会で質問した時、何と言ったと思います？元気ですか？元気じゃねえってんだ、年寄りばっかりだったんだ。参議院なんてのはね、まあ、そんなことだ、そんなのが言ってる。本当にね、選挙だけは真面目にやっていただきたい。お笑いでもね、落語家は立川談志だけなんですけど、漫才さんが2人いるんです、今まで国会議員だったのが。これもね、東京と大阪で1人です。大阪は西川清さん、あの安志清という漫才でね、安志さんは死んじゃいましたけど、清さんが国会議員やってました。東京でもね、もうね、皆様ね、若い方は知らないと思いますが、コロンビアトップさん、この方が二員クラブというね、青島さんとかね、ノックさんと一緒に国会議員やってたの。コロンビアトップ、トップライトという漫才で、これトップさんがね、ちょっとでっぷりして頭が上げた。もう漫才やってたぐらいですから、選挙の演説が大変うまい。もう田舎のね、選挙演説行くとね、じいさんばあさんが、ああ、この人はすごいな、この人に一票入れなきゃしょうがないなと思わせるぐらい、すごい演説ができるんです。もちろん嘘ばっかりですよ。漫才ですから嘘つくのは思う。このトップさんがね、立候補してね、ある田舎の町に演説行った。昔は田舎の町はね、駅前の商店街が本当に賑やかです。で、今は駅前なんかどんどん寂れておりますけどね、地方切り捨てですからね。なんで今の自民党が地方切り捨ててるか、これにも理由があるんです。今の自民党の国会議員は選挙区はバラバラなんですが、みんな東京生まれの東京育ちなんですよ。安倍さんなんか選挙区山口ですよ。
世田谷から出たことないんですよ、あの方は。鳩山さんなんか先駆北海道ですよ。あの世田谷の鳩山御殿に生まれて育ってるんですからね。もうそんなの地方の住んだことがないところが選挙区になってね、もう住んだこともないやったこともない人の前で地元の皆さん嘘ばっかりだってんですよ、だから、トップさんがね、あの最近結婚して行ったんですよ、田舎の町に、田舎の町行ったのでやっぱり田舎ですからね、おー東京の町ですけど、うわーっと駅前に人が集まって、今日はすごい演説やってね、票をいっぱい集めてやろう、トップさんがマイクを持ってなんか喋ろうとすると、喋る前からもう、まあまあ、前に集まっておりました田舎の人が、面白い面白い面白いになってるからみんなの、おいケラ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 ギャ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 笑うんだ、これは漫才で笑ってくれるんだとね、お金になるんですけど、選挙の演説はね、笑わせただけじゃダメなんです、面白いだけで終わっちゃう、皆さん納得させて感心させてね、この人に一票を入れるとなんかいいことあるんじゃないかと思わせなきゃいけないんですが、その日はもう何を言ってもキャー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 笑うだけ、なんだろう、こんなに真面目なこと言ってるのに、俺は馬鹿にしてんのかと思ってヒュッと後ろ見たら、やってた場所が良くなかったんですね、もう田舎の駅前の商店街で一番賑やかそうなとこはいいだろうと思って、薬局の前、薬屋さんの前でやってた、ところが薬屋さんの前にこんなにでっかい宣材のポスターが貼ってある、トップはよく落ちるとか言ってた、あまり政治家と落語家の話は真面目に聞かないよ、日本の企業、そしてね、労働組合の皆様、庶民を生き抜くような政治家をね、皆様の力で本当にどん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 落として、もう私も落語家でございますんで落としますので、皆さんもどんどんと落としていただきたい、立川段之助 G 公団でございます。